はいどうも、64のマリオパーティーのニューレコードというナレーションがめっちゃ好きなミストです。はい、本日はですね、いつものデッキでマントル投資やっていくんですけども、まあね、かなり悔しい思いをしたサクセスになっております。サムネにもある通り、今回スタミナ上限掛けで中継ぎ大幅更新ということでですね、早速実況の方やっていきたいと思います。で、一番最初のびっくりね、今ユーカだったんですけども、こういうびっくりも私は積極的に踏んでいきます。ユーカだから避けるっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、まあそこは気にせず、何もしないからね、びっくり踏んだ方がいいと思いますので、丸石でもメリットはねありますので、ガンガン踏んでいきますと。はい、で、守るのびっくりをリリース潰し忘れて踏んでいくがセーフ。はい、まあ丸石採掘場を2段階建てられれば、購買部をね無限ループさせられたり、アクセサリーをね無限ループさせたりできるので、まあ序盤に建てられたら強いですね。まあ、あとは変化300っていうのも結構魅力的ですので、ハマった時のことを考えると、雫石の貯蔵庫は急速のでかいタックとか変化のでかいタックで技術ドバッと入ることありますので、まあそっちを建てるよりかは変化300もらった方がいいということがね、起こり得ますので、まあそこは臨機応変に選択していければいいかなと思います。まあ、優香が2回びっくり赤びっくりするっていうのは結構珍しいので、まあまあまあそういうパターンは少ないですけども、一応そういうこともあるっていうのをね頭に入れていただければ幸いでございます。で、モグーラに行くかサナに行くかなんですけども、サナに行きましたね。さあ、練習メニューの巻きやるやらないでやるっていくが失敗していくと。これね、私最近まで成功失敗があるかあるっていうのもね知りませんでした。早送りが早すぎて成功してたかね失敗したのかね、ちょっとよく見てなかったですね。はい、で、同位からいいやつもらっていきつつ、ここもまあサナですかね。ちょっとびっくりが序盤渋い感じですけども、まあ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 、結局ね、もう購買部とダイナマイトをね、もういただければ、もう本当にいいんで、はい。そこはね、ゆっくりでも構いません。ちょっと、石のやりくりっていうのは、厳しくなってきますけどもね。さあ、いい感じで3色はゲット。亀石だけないですね。さあ、ちょっと怪我率が怖いが、どうするか。まあ星1個だし休んでもいいっすね。ここ押すかな。これ1週間前の収録なんでね、全然収録内容覚えてないんですけども、さあ押すんでしょうか。押しませんね。さあ、ビビっていきましょう。ビビってチャンスを忘れた。オクタビアの選択肢一瞬で忘れたわ。さあ、まあイベントはちょいちょい順調に起きてるかなと。で、守るのびっくり今回は忘れずにリリースを潰して踏んでいくと。さあ、急速骨が欲しいけどもどうなっていくんでしょうか。さあ、全然びっくりをくれない、骨をくれないのが守るですね。さあ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 、セクリに入っていきます。さあ、やる気がどん底に落ちて、またもや守る。まあ、雫石とね、亀石貯蔵庫を比べるなら、まあね、雫石をね、序盤に立てた方が、鶴橋早く運用できるので、まあね、自分、もし同衛と守るが両方びっくりしてたら、守るの方を優先しますね。まあ、紙石は正直ダイナマイト分だけでどうにかなるので、最悪まあ紙石貯蔵庫もなくてもいいかなっていうね感じですね。さあ、ちょっと渋いっすけども、まあサナのアルバイトを狙ってもいい感じですね。このタクはアルバイト来るのでしょうか。さあ、来ました。アルバイトですからの、何も起きないと。ラブパをもらって、なんとこのトリプルタック。さあ、これは、ダイナマイト級に強い。しかもあんま石を使わないね。いいタックが来ましたね。まあ、こういうのだったらね、全然踏んでいいのかなと思います。トリプルタックなんてね、本当になかなか来ないので、これはラッキーでしたね。
で、コーンファイブとダイナマイトも1枚ずつもらえてますので、まあ、あとね、1つずつもらえるように頑張っていきましょう。さあ、上杉謙信からは何をもらうんでしょうか。さあ、奪三振ナイス。達也って、金徳持ってる割に意外とこう作れるんですよね。うん、これは、ね、意外とね、感じてます。で、オクタビアがちょっと走ってしまってるんで、もうこれは、もう、急速上げないでね、行こうと思ったんですけども、上げますね。うん。まあ、150キロまでですかね。150キロか、まあ、156キロ。まあ、上げれるなら、そこまで急速骨なくても私は上げてしまいます。まあ、そこからまあ、急速骨待機って感じですね。うん。球速依存系であっても156キロで私は止めるようにしております。最高でね、うん、なんか一応上げすぎてもね怖いんで、上げすぎて失敗するってのがね結構ありますのでね。さあ、同栄が初期値で通ったのもでかい。そして優香びっくり来ましたね。それ同栄もびっくりしてる。これはね非常に迷う卓ですね。これはまあ同栄の方行きましたね。さすがにちょっと亀石が不足してるんで、同盟の方行きましたね。さあ、そして、アルバイト2回目を狙ったんですけど、来なかったですね。で、達也も2回目、結構今回暴走してますね。さあ、亀石はちょっと置き去りにしていく形を取っていくと、亀石じゃないや、丸石ですね。で、コーバイも3つもゲットしたんで、まあ、あとはダイナマイト1個ゲットするだけと。さあ、そして、この変化タック強烈なのが来ましたね。ツルハシオンリーで、そしてまたトリプルタックと、このサクセスは何かが起こるんじゃないかなという予感がね、プンプンしてますね。まあ実際何かが起きたんですけども、はい。これはラッキーですね。もう完全に運。もう運の中の運です、これは。ダイナマイトよりも運じゃないかな、トリプルタックって。さあ、サナエミはクリスマス間に合わなかったんですけども、ダイナマイトもね、無事2個目ゲットということで、まあいい感じで、うん、セクに行けるんじゃないかなと。で、ここのびっくりが達也ということなんですけども、うん。まあ、とりあえず早めにね、ダイナマイトを設置したいですね。で、これ初期シュートあるの忘れてて、先にカットボールを取ってしまいました。はい。私、カットボールがね、大好きなんで、結構積極的に習得させていきます。スライダーよりもカットボールのが好きですね。はい。で、守るも走って、これいい感じにね、今のところイベント起きてると思うので、守るは今切りませんでしたと。で、ダイナマイトを立てて、一応練習見て、うん、行く必要がないので、デートですね。で、達也に備えて、球速を上げて、これで、活気マックスにできたと。これはもう非常に理想的な形。うん、この段階で活気マックスにできるっていうのはね、ちょっと理想的ですね。さあ、そして、達也が通っていく。さあ、これでね、大地の壁を越えることができました。さあ、あとは各採掘場のレベル上げですね。うん。まあ、優香も言っときたいけどね、正直。今後のこと考えたらね、変化300ってでかいですよね。ただ、ここは、しっかりと宝石を上げていかないとダイナマイトが死んでしまいますので。さあ、オクタビアも連続できました。通っていく。達也とね、オクタビアを序盤で倒したのはこれかなり大きいですね。さあ、亀石が足りないので上げられないんですけども、まあまあアタック、まあまあアタックなんで、これはスルーかなっていう感じですね。さあ、もうね、急速依存系通したんで、僕も上げなくていいってのもでかいですよね。さあ、ダイナマイトは起きずに終わってしまいました。まあ、この変化練習は踏んでもいいかな。うん、ちょっと早めにね、亀石所属も欲しいし、同盟のコツがね優秀なんで。さあ、コンコツオア伸びコツかも。さあ、コンコツナイスですね。さあ、よくわかんない、このオール20入るイベント。
4797ということで、まあいい感じですね。セクリにしては9大点でしょう。9大点というかもうハマってますね。さあ、ここで同意が来れば、あれだったんですけど、ちょっと渋い。ちょっと渋い。で、宝石あげまして、デートでいいんじゃないかな、ここは。まあ変化と、まあ急速はあれでかいタックってあんま言わないかな。300点、300後半くらいなんで。変化ででかいの踏めたんで、ちょっと急速にもちょっと期待していきたいですね。さあ、熱いメッセージで筋力ポイントをもらって話題を変えて、臨床をゲットしていく。さあ、来ました、ダネマイト。どんなのが来るんでしょうか。弱いっすね。たか、同栄がびっくりしているので、結果オーライと。さあ、コンコツくださいという感じなんですけども。ナイスですね。同栄が仕事していく。さあ、生まれ持ったものを負けない、負けられないということで。まあ、ワンチャン天才覚醒もね、あるかもしれないんで、コントロールガンガン上げていきましょう。ちょっと寝起きで全然、ろれつが回ってないな。すいません。いつもより、ちょっと、カミカミでテンション低いと思うんですけども。さあ、ちょっとセクサンに入ってダイナマイトが起きなくなっちゃいましたね。悲しい。さあ、各採掘場レベル上げ終わり。さあ、どこに行く？おう、踏むか、これ。これ踏むんですね。伸びこつ狙いかな。ナイス。どうやらしっかりと仕事しましたね。さあ、来ました、ダネマイト。4箇所光ってるんで強いんですけど、これ4箇所光ってて、ダブルタックがあったらめちゃくちゃ強いですよね。ただそれを引けなかったので、ちょっと、微妙っすね、これ。正直行きたくないっていう感じですね。さあ、調光タイム。デートじゃない？メンタル行く。メンタル行くか。ほう。さあ、わからないよということで。いい感じですね。さあ、ダイナマイト、待った甲斐もあって、まあまあ。待った甲斐もあって、まあまあ。大塚の評価上がりすぎじゃない？一人。モブのくせに。モブのくせに最速ピンクいきそうなんですけど。まあ、雫石、こっち取っていくって感じかな。さすがにね、ダイナマイト待ちすぎちゃうとね、来なくなるってのもありますからね。まあ、このスタミナは強いですね。人数がいっぱい固まってくれていい感じです。そう、ダイナマイト湿気る理論ね、マジであると思うんですよね。待ちすぎるとね、モグラがいるタイミングに限って来ないんですよね。はい。これマントルあるある。さあ、同栄は仕事を終えたので、守るから急速骨が欲しいんですけども、まあ、このメンタル練習は、まあいいですね。びっくりがある、さらに鶴橋もあるメンタル練習ってね、結構、そそられますよね。さあ、街道を取って、これでいつでもさなやみのね、デートに行けますね。同栄のイベントが走んないとね、もう、リーチの状態でずっと止まってると、もう、デートに行けなくてね、歯がゆい思いをするの、これもあるあるだと思うんですけども。さあ、変化ちょっとでかいの来ましたね、ダブルタック。これは、踏んでいきたい。さあ、コツをコツコツ取って行き、まだいいかなって感じですね。雫石と亀石が20超えたら、まあ貯蔵庫立っていきたいかな。まあ全然先行投資でもいいんですけどね。さあ、急速骨はナイスです。ちょっとセクニからの勢いは落ちましたけども、骨もゲットできてて、まあ安定感はあるかなって感じですね。さあ、引き分けに終わり、無観客試合に終わり、
さあ、ここは強くないでほしい。うん、オッケーオッケー。さあ、これはもう立てていいですね。で、亀井所属を立てて、雫石も、まあ、どうせ、あれなんですよね。急速踏めば緑入ってくるので、まあ、もう立てちゃおうかなっていうところで悩んでますね。っていうところで、これ確か、ああ、いい鶴。いい鶴行きましたね。今回精神に若干の余裕があるということで、そうでもないな。まあ、いい鶴に先行ったって感じか。全然覚えてない。さあ、ヒゲゲット。ちょっと弱いっすね。さあ。まあ、カラデットですね。遊園地のんびり歩くパターンですね、これは。さあ、ちょっとイベントも止まっているが、後エビがちょっと不安ですね。さあ、そして光らない。ダイナマイトが起きてくれないですね。まあ、メンタルが強いので、メンタルいきますと。さあ、タコペット。そして来るかな？いや、来ないっすね。ちょっとセクサンダイナマイト完全にちょっと湿気てましたね。経験点稼ぐとこなんですけどね。さあ、第3変化はどうするか。悩んだ挙句 V スライダー。で、深海道を取って、まあ、守備かな。うん、で、読書家です。これはナイスのタイミングですね。まあ、あと、優香2回、守る2回かな。が来れば、全冠って感じですね。さあ、来ました。モグラダイナマイト、これは強いんじゃないか。強いですね。イーツルハシが仕事してくれてますと。で、どっちに行くかっていうところなんですよね、これ。悩むところ。まあ、さすがに、ここで、スタミナ取っとかないと、というか、筋力取っていかないとね、きついかなというところで。ああ、変化いったか。ここ変化いったか。なるほどね。今の俺と考えが違うな。さあ、連続ダイナマイト、溜まってたかように来ますね。さあ、来ました。ダブルタック。これは強い。ある意味、さっきの選択が、このタックを呼んだのかもしれません。さあ、ポイントをとりあえずさばいて踏んでいきたいですね。でもうほんとね、世間はコロナウイルスで本当に大変な事態になってるんですけどもね、花粉もやばい、マジで。もう2月でこの花粉のね、量は半端ないって感じですね。いや、マジね、花粉症の私からしたら天敵でしかないので本当に辛いです。さあ、球速でかいの踏んで、セクヨンどれだけまくれるかですね。さあ、優香がリーチ。最悪守れは未完でもいいのでね。はい。という中で、弱いですね。全部少量？全部少量という状況ですね。まあね、こっからね、監視がきついと思われてる皆さんいらっしゃると思うんですけども、こういう時にね、監視所爆破を使ってあげて、枯渇にね、導いてあげるっていうね、戦略もできますので、選択もできますので。まあ、それを使っていこうかなっていう感じですね。で、今ね、ちょうど貯蔵庫が終わったんですけども、ひとまずね、イーツルハシの上に、雫石の貯蔵庫を立ててから、潰したいですね。まあ、イーツルハシは、最初から1でしか運用する気がないので、潰した後もね、立てれますので、今欲しい石に余裕があるのでね。はい。まあ、雫石立てちゃって、亀石の上に、監視所をスタンバルって感じかな。まあ、イーツルハシでもいいんですけどね。まあ、ちょっと今若干、宝石が、心配な感じなので、
まあ迷いどころですよね。ダイナマイトで次マイナス4されるってことも考えると、イーツルハシ立てちゃうとちょっと怖いっていうのがあるんですよね。あ、筋力メダルいく？筋力メダルいきましたね。一旦の筋力メダルか。ほう。で、スタミナを踏むのか？宝石取りっていう面ではありですけどね。まあ踏まないか。さすがに弱いっすよね。さあ、守るもリーチということで、金徳全巻が見えてまいりました。さあ、ここでダイナマイトどうだ？球速強い。うん。球速強い。これは、うん。監視所垂れてればもっと強かったっすけどね。なんで筋力メダルっていうタクを取ったのか、ちょっと今の私にはわからないんですけども。うん。まあ、本当に、最終盤まで取っておいてるって感じかな。筋力使う系はもうちょっと取り尽くしちゃったので、球速骨1の状態で上げていくしかないですね。結構宝石辛いな。さあ、筋力も溢れそうになってきましたが、うん、一旦休憩と。メンタル枯渇狙ってもいいかなというところですかね。で、ここでようやく立てるか監視場。うん。まあ、2個しかないですからね、今回。まあ、もう使いどころは慎重にっていう感じだったのかな。さあ、この監視場がね、おそらく、この後、大爆発を起こすと思うんですけども、ここは体力キープのメンタルですね。さ、枯渇はしない。さ、これはちょっとでも回復していく。そして来ました。これです。ダブルタックで、これが来ました。さ、監視所パワーですね。監視所パワーを使って、まあ、今回宝石貯蔵庫は多分無理だと思うので、また筋力メダルかな？何も立てなくてもいいですけど。うん。変化メダルがあったら一番運用しやすいんですけどね。立てなくていいかなって感じっすね。で、結局丸石も来なかったっすね。優香のびっくりが。まあ、来てたタイミングはあったと思うんですけども、優先順位がそっちに追いつかなかったということで。まあ、それ来てればね、今、丸石町64個と死ぬほど余ってますんで、変化300をね、簡単にゲットできたんですけどね。さあ、これです。一気に変化999。技術をね、捌くのもね、きついんですよね、こうなってくると。金縛りをどうするか。一応、高校イベントでね、コツ1でもらうことはできるので、待つっていう考えもできるんですけども、海岸をね、ここで使うってのはありですね。うん。ここは海岸タイムかな、さすがに。球速もね、コツがまだ可能性あるということで、上げたくないんですよね、正直。というところで、海岸行きましょう。まあ、技術精神200ずつの筋力 100D かな。臨床も一応何個か削れるとは思うんですけども、まあ2回目の海岸に取っておこうかなって感じですかね。さあ一応筋力精神150でいきましたね。おっと？筋力を200にする。なるほどね。これが、サムネの映像につながってるわけだな。ただ復活を引くんですね。これは勝ち確。これは大勝利です。まあね、この時はね、筋力全然足りると思ってたんだよな。そし
てどうするか、まだ溢れるか、計算がちょっと鈍いんですけども、大丈夫か。変化枯渇もちょっと怖いですよね。これ大丈夫かな。ああ、セーフセーフセーフ。さあ、優香頼むよというところで成功。ナイス。あとは守るだけですね。うん、変化も枯渇寸前になっちゃった。休息も寸前だった、今。結構やばいっすね。意外と少量からは早かったっていうね、感じですが。うん。いや、マジで、こっからなんで、筋力がね、足りなくなったのかが、謎で仕方ないですね。さあ、監視所をまた新たにゲットできたので、また監視所爆破に備えましょう。いやー、そしてこの変化タックがね、強かったのね、完全に見落としてましたね。まあ、これ、まあ、さすがに行くか。これ今、監視所で活気下げちゃったんですけど、間違えて。これはね、行った方が良さそうなのが来ちゃったんだよな。ただこれ行っちゃうと変化枯渇してしまいますので、なんとも言えないんですよね。なんと、いやでも3個か。3個だったらワンチャン残るって考えできるか。いや、これむずい。メンタルで安全に体力キープするか、あ、もう行っちゃいましたね。しかも監視を残していきましたね。さあ、どうなる？あー、しちゃいましたね。ただ、守るは完走と、全貫しました。変化いっちゃったか、ただタックは来る。おー、そこそこ強い。球速タックは来ましたけど。監視はってこれなんですけど、これもね、そうなんですよ。いっちゃうとね、球速枯渇しちゃうから、もうちょいでかいのを待ちたいって感じなんですよね。球速ご覧通り、2つしかまだ1、表面上ではないので、いやー難しいな、これ本当に。マジで難しい。体力も微妙だしね。というところで、こうやってアウトク取っていくと、本当に筋力足りないように見えますね。ちょっと悩みどころっていうか、もうサクセスは終盤なんですけども、ここね、非常に悩みましたね。どうするか。球速ね、もうちょいでかいのが来るというね、読みのもと、これは確か待つというタックを取ったと思うんですけども、メンタル枯渇っすね。さあ、あと一箇所というところで、まあね、変化枯渇しちゃったので、ダイナマイトの発生率自体もね、結構きつい状況なんですよ。で、ここに来て、星貯蔵庫をね、立てないとまずいので、立てますと。さあ、ちょっとも精神を稼ぎに行く立ち回りですね。はい。こう見ていただけると、精神もね、若干の不安があるというのがわかると思います。まあ、最悪、金縛り取らないっていう感じにもなるかもしれないですね。さあ、達也は何をくれるんでしょうか。うん、練習ですね。まあ、筋力ポイントが美味しいです。さあ、試合は流していきますと。まあ、今回ちょっとハマってるので、しっかりピンチャンで行っていきます。さあ、終わって、ダイナマイトを祈るゲームですね。さあ、来ました。モグラーリー、わー、これスタミナ来てほしかったな、マジで。まあ、ただもう、これ以上は待てないかなって感じなんですよね。これ以上待っちゃうとっていうところがありますので、海岸もこれ難しいな。筋力が圧倒的に足りてない中、海岸どうするって感じなんですよね。そう、ここでね、海岸をしなければ、最終的なね、
筋力不足にはね、おそらくなんなかったんですけど、もう、なんていうんですか、もう頭の中は PG2 先発をね、作ることでいっぱいでして、まあそのためには海岸2回っていうのはね、ほぼ確実にやんないと届かないので、まあね、そこがね、勝ってしまいましたね。スタミナまだ70ですからね。ここのね、ダイナマイトがね、スタミナだったら絶対強かったと思うんですけど、まあ運にもちょっと見放されてる感じですね。まあ特に立てるものもなく、まあもう待ってないかな。待ってもいいんだけど、これ難しいよな、本当に。本当にむずい。運だからね、ダイナマイト光るかどうかって。これでこの球速スルーして、残りの2ターン光らなかったっていうのが一番最悪ですので。まあ、行くっきゃないって感じかな。行っちゃいました。さあ、変化球プライドと、怪物球威。まあ、これより先はちょっと怖いっすよね。まあ、精神使わないって意味では、怪物球威はナイスでしたと。ただ、これ筋力ポイントがかなりきつくなったということは、お分かりいただけたと思います。さあ、これで枯渇だよね。息ヨーヨーゲット。ただ、全然気分はヨーヨーじゃないですけどね。この貯蔵庫分で足りるのかという問題。監視を立てて、まあ、この3のタックはメンタルが取れていい感じですね。まあ、今回は極端にちょっと筋力精神不足になっちゃったっていうのがね、敗因ですかね。変化量とかはね、完璧だったんですけどね。はい、さあ円卓は負けやすいのでピンチャンしていくと。さあラストターン、奇跡のスタミナダイナマイト祈ったんですけど、まあさすがに来ないと、さすがに来ないというところで、まあスタミナとコントロールだけで光るなんていうのはね、ほぼ奇跡ですから。で貯蔵庫ぶっ壊したM で、まあ少しでも精神ポイント。そして、星石貯蔵庫で120オールもらっていくと。いよいよちょうど変化69でしたね。金縛り完全制圧、精神めっちゃ使いますね。本当に。技術の分を精神に回したいくらいですね。本当に。で、練習も光るところが欲しいポイントじゃないんだよね。せめてダイナマイトじゃなくてもね、ツルハシ絡みのタックだったりしたら結構ね、嬉しかったんですけど、それすらも来てくれないということで、はい。技術は溢れさせて潰しますと。もうちょっとね、他の得の取ってる余裕がありませんので、今、現時点ではですね。急速骨来ないかなって感じなんですよね。で、今回のプラス学んだのは、まあ、東大や黒とかほぼ確率に取るところでも筋力ポイントを使いますので、やりすぎちゃうと、まずいなっていうところも、にも気づきました。で、ラストターンのね、切れコツもナイスですね。さあ、びっくりは、なんとも言えないな、これ。変化いく、まあ、このターンメンタルで残りの2ターンにかけるっていうのは全然ありっすね。さすがにタッなしびっくりは、しょっぱいよね。そうだね。
まあ変化上げておくか。そう、あとね、海岸をあれなんですよ、筋力ポイントをさばくんじゃなくて変化ポイントをさばくために使えばよかったんですよね。まあ、本当にそう。今回はね、この動画ね、アフレコするのが正直嫌だったんですよね。マジやらかしたなっていう面で。やらかしたのをね、皆さんにお届けするのがちょっと怖かったんですけども、まあ、ある意味注意喚起として、海岸は早めにやりすぎないっていうのと、青徳ガンガン取っていくってのは、後にちょっと命拾いすることになるというところで、まあそこをね、お分かりいただいたら幸いかなと思ってます。で、これもね、ピンチャで逃げてるんですけど、サクッとで少しでもね、筋力ポイントを狙ってくるとダメなんですよね。まあまあまあ、ビビったる点数なんで仕方ないんですけど。で、これね、オチがこれだよな。これ筋力にあったら、もう勝ってたんだけどね。何してんねんと。マジで。きついな。エピローグ込みでもこれはきついなっていうことをね、もう悟ってしまいましたね。まあもうこうなったらもう切り替えて、スタミナ上限は捨てていくっていう、感じになっちゃいましたね。いやー、まあ、まあ、しゃーなしっすね、これは。まあ、おかげで変化も77にできたし、っていうところで、まあ、査定的にはね、総合して多分200くらい損してるんですよね。スタミナ上限なんで、さすがに上限なんでね、金徳1個分くらいはね、あ、でも金徳1個分って考えたら、そこまででかい損失でもないのかな。まあ、ちょっと計算したら難しいですけど、まあ、結構多分やっちゃったんですよね。まあ、やっちゃってこれだったんで、まあ、ある意味動画映えするなっていうところで。いやー、金徳全冠しただけね、ちょっと惜しかったですね。で、見てください。このセクヤの点数1万1000点ということでね。セクさんのあの状況から一気に稼げたっていうのはまあ嬉しかったですけど。はい。努力値こんな感じになりました。スタミナ84ですね。まあ、こういうこともあるということをね、皆さんに知ってもらいたかったです。まあ、ただね、PG さんの斜め盛りまで行きました。これだから、スタミナ上限あったら、ワンチャン PG2 先発もありましたね。PG5 中継ぎは行ってたんで、どうだろう、ギリ行ってるか、行ってないかくらいだったかなというふうに思います。青徳もほぼ全部取れましたので、まあ、復活ってのもでかかったですね、海岸が。っていうような感じでね。はい。今後こういうことが二度とないように気をつけていきたいと思います。っていう感じで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。はい。皆さんも気をつけて、See you!